ちょっとでこのランクアップ44レベルにアップするのもあるので、ちょっとうまくやっていきたいと思います。はい、ではまずは収穫しちゃおう。はい、全回復で体力は90もすごいな。ハウスもできるように、あ、今なったのね。はい、じゃあこんな感じにして、また植えちゃいます。で、体力は76なのでマックス取れるので、持ち物で、はい、こっちの方が先かな。活力剤を使います。はい、で、こっちの方はこれじゃないかな。少し水やりしてたのもあるんじゃないかな。ここら辺は水やりしてるのかな。じゃあ水やりしてるところにマジカルウォーターを使っていきます。これもね、まだあるので、はい、これに使おう。あれですかな。はい、あとここですね。これだけですね。この10個だけ使っておこう。そして豊作タイムを発動させます。はい、そうするとたくさんゲットできるんじゃないかな。35のうちレアは、お、すごい、52。これはやばい。こういうのを求めていました。ラッキー。はい、反対側を見てみると、こっちはさっき収穫したやつだからあれですよね。水やりしてないですもんね。じゃあそのまま収穫してみましょう。あれれれれ。で、これだけ。さあ、いくつだ。まあ、大体本当はこんなもん。やっぱ水やりしてマジカルウォーターを使うプラス豊作タイムはでかいですね。だったら多分こうやって。ここだけでも水やりをして、で、圧力剤を使って、はい、その上で収穫をマジカルウォーター使って、はい、確実なものにして、収穫した方が結構ゲットできるんじゃない？さあ、何個手に入るかな？ほら、レア20個だもん。はい、ということでこんな感じでうまく使ってあげるといいかなと思います。マジカルウォーターはやっぱり豊作タイムの時に使うのが一番ですね。はい、ということで、イベントあるかもしれないからね、少しだけマジカルウォーターを取っておきたいので、ここはあとはこの列だけ6個か。はい、圧力剤を使ってここを収穫しておしまいにしましょう。普通はね、2とかそんなもんなんですよね。はい、ということで手持ちを見てみると、33まで増えましたね。もう一回法則タイム発動しないと多分イベント全然進まないので、これを発動させてから、2つ3つクエストを進めるような形にしたいと思います。はい、ということで4日目は
この後も収穫に費やします。はい、5月5日です。豊作タイム見てみたら、まあ、今日子供の日だからかな、3時間プラスになる豊作タイムが発動できるようになっていました。ということで、ちょっと今タイミングがね、今しかないので発動して、あとは3時間後またこうパッと見て収穫してしまいたいと思います。1回でどれぐらい取れるかを見ていきましょう。まあちょっとマックスじゃないんですけど、55個は収穫しちゃおう。はい、では行きます。55個取って何個レアゲットできるかな。何個だった？おお、すごい、41。これはでかい。やったね。今手持ちがこれで214個になりました。これなら少し進められるでしょう。はい、3時間後また収穫してちょっと増やしたいと思います。はい、できる人はお友達と一緒に水やり愛好したりすると少しレアドロップ率上がるので、うまく使ってみてください。豊作タイムもね、発動して、こちら人魚草レアなのが285個もたまりました。これぐらいたまったら少し進められるでしょう。ということでやっていきましょう。結晶とシーソルトをノンさんと交換しよう。そして結晶とシュガーパールをノンさんと交換しようからやっていきます。はい、工作台じゃないよ、こっち。ということで、ちょっと多めに作っちゃいます。どうせね、必要になるので30個作ります。ぐわーっといきます。ぐわーっと。さあ、何個ゲットできた？24個。よし、これで交換できるんじゃないかな。シュガーパール3個ずつ必要だったとして15個でしょ。で、シーソルトは1個だったよね。まあ、2個だったとしても10個なので大丈夫。ということで、持ち物を再度確認して24個。うわ、2個ずつだと微妙？いや、大丈夫だったはず。でもこれじゃ足りなくなるんだ。ちょっとじゃあまた10個ぐらい追加して作っておきますか。どう？6個。結構ね、刻んできますね、今回。はい、マーメイドにお出かけ。そしてノンさんのところに行きます。これ5個ですね。5個。これ、あ、これ2個で済んだんだ。これは助かる。これ3個かなと思ったんですよね。2個でした。よかった。ということで、プールっぽいのもらいました。かわいい。はい、続いてのクエストは人魚草のドーナツを作ろうとお届けしよう。これ8個ずつなんですよね。8個なんか必要そうじゃない？1個ずつ必要そうじゃない？ということで、さらに3個ずつ交換していきましょう。これでどうだ？戻ってみよう。予想は当たるかな。お、当たり。それぞれ一つずつ使うのでこれで作れますね。やったね。はい、ではこれをお届けしていきます。はい、イブちゃんにお届け。8個全部ですね、お届けします。土台もらいました。続いて見ていきましょう。もっと人魚草のクッキーを作ろうとお届けしようと、シュガーパールをナンさんと交換しよう。はい、シュガーパール交換できるかな。3つ。あ、これじゃないよ、こっち。お、ちょうどぴったり交換はできましたね。はい、では戻ります。なくなったから、あ、そっか、ソルト使うんだ。
ちょっと待ってね。2個ずつ使うから、8個は必要ってことですよね。8個、ちょうどは無理だよね。でもまあ、とりあえず8個作ります。何言ってね、今度体力が足りなくなってきちゃった。4個半分しかないの？イエーイじゃなくて、はい。4個使って作るとどうかな？出てくるかな？お、今度はぴったり出てきてくれました。はい、ケーキのレシピを見てみると、このシュガーパールが2個ずつ必要になるんですね。そしてシーソルトが1個ずつ。結構厳しいね。で、今ここにいるので、このケーキを作った後、またドーナツ、ケーキ、で、ラスト。9日まで。今、6日なので、まあまあ、いけそうじゃないかなって思うんですけど、体力とレア素材ともにないので、また、明日は1日収穫祭りで頑張っていきたいと思います。はい、ということで、とりあえず、ここまで。今日はここまで。また、次回お会いしましょう。もっと進むと思ったのでちょっとドキドキしていますが、頑張りたいと思います。一緒にやってる皆さんも頑張っていきましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。